さてお時間も残り少なくなってきましたが、ここで恩田赤のお仕事の情報をちょっとだけお伝えしちゃいますね。まずはイベント情報。来週西日暮里ドームにて行われるアジアフィギュアフェスタにゲストとしてちょっとだけ参加します。こういうイベントに参加するのは初めてなのでとーっても楽しみです。皆さんよかったら来てください。続いてリリース情報。オンダーカのファーストシングルが来月の3日ひな祭りの日に発売しちゃいます。初めてのレコーディングは失敗ばかりで、スタッフの皆さんにいっぱい迷惑かけちゃったけど、一生懸命歌いました。皆さんよろしくお願いします。そしてそして、一番ビッグな情報は、なんと、オンダーカが初めて声優として参加した PC ゲーム、聖国の蒲田が、なんと、テレビアニメ化しちゃいます。もちろん、ヒロインのクルナ役は、オンダーカが演じさせていただくことになりました。ついに、ついに、ついに、初めてアニメのお仕事です。本当に嬉しいです。初めてのお仕事でヒロイン役をやらせていただけるなんて。あ、やだ、ごめんなさい。初めてのアニメのお仕事、オンダーカは精一杯頑張ります。皆さん、これからも応援してくださいね。